皆さんこんにちは、ゲンゴロウです。田んぼの風景が美しい季節になりました。この季節の田園風景というのはまさに日本のふるさとの情景ですね。田んぼはもちろん私たちの主食であるお米を作る場所ですが、一説によるとですね、田んぼにはなんと5000種類以上もの生き物が住んでいるそうなんです。そこで今回は日本の美しい田園風景を楽しみながら、命の宝庫である田んぼをじっくり見つめてみましょう。ここは大都市周辺の田んぼです。こんな都会に近い田んぼに生き物なんているんだろうかなんて思われるかもしれませんが、ご覧ください、足元で何かがくるくると回っています。これは水生昆虫の灰色ゲンゴロウですね。まあ、この時期の田んぼといえばやっぱりオタマジャクシですね。オタマジャクシというのは上から見ただけじゃなかなか種類は分かりません。何のオタマジャクシでしょうね。あ、ヤゴみたいなものが何かを捕まえて口にくわえています。おそらくユスリカの幼虫を食べているんでしょう。実はこれはですね、さっきの灰色ゲンゴロウの幼虫なんです。いや、田んぼの中をさらによく見てみるとですね、ミジンコのような小さな生き物がいっぱいいますね。お、これは珍しい貝エビの仲間ですね。その名の通り貝殻の中にエビのようなものが入っているという不思議な生き物です。でも一番不思議なのは、田んぼに水が入る6月頃にだけ突然姿を現すことと、現れる田んぼが限られていてすぐ隣の田んぼには全然いなかったりするんです。不思議な生き物ですね。さて、田んぼといえば主役はやっぱりカエルですよね。本州中部以南で一番よく見かけるのはこのヌマガエル、そして全国にいるニホンアマガエル。まさにカエルになったばっかりです。可愛いですね。あ、これは最近ずいぶん少なくなった名古屋ダルマガエルです。この絶滅危惧 1B 類というのは、近い将来絶滅する危険性がとても高いということです。トノサマガエルに似ていますが、トノサマガエルと比べると足が短くてずんぐりしているのが分かりますでしょうか。だからジャンプ力が弱いんですね。ところが最近の田んぼは圃場整備などで田んぼに水を流す水路がコンクリートの深い溝になってしまっていたりするんですね。そうするとジャンプ力の弱い名古屋ダルマガエルはそこに落っこったらなかなか飛び出せないと。これも数が減ってしまった原因の一つのようです。一方こちらは昔ながらの里山の田んぼですが、こうして小川や水路から直接水が流れ込んでいます。そうすると生き物たちは水路や小川と田んぼとを行き来できるわけです。田んぼの中は水も暖かいし流れもないので、メダカや小魚たちにとって、まあ、ゆりかごのような場所になるんですね。こうした昔ながらの里山の田んぼには貴重な植物も残っています。ほら、名古屋ダルマガエルも安心してバッタをパクパク食べていますね。でもこうした自然度の高い田んぼというのはカエルの天敵のヘビも多いから、生きていくのはなかなか大変ですね。あ、ヘビだけじゃなくて鳥も狙っています。でも逆に言えばですね、鳥やヘビがいる田んぼというのは自然度が高くて、きっとできるお米も美味しいんでしょうね。さて、山の上の方にある美しい棚田にやってきましたが、どんな生き物がいるんでしょうか。あ、清流に住むサワガニが田んぼの中にいます。いや、よっぽど水が冷たくて綺麗なんでしょうね。カエルも平地の田んぼとはちょっと種類が違うようですよ。このカエルもなんか生き生きしてますよね。まあ、田んぼというのは人間の食べるお米を作る場所なんですが、実は生き物たちにとっても大切な場所だということがよくわかりました。田んぼって本当に命の宝庫なんですね。田んぼの命の物語、いかがでしたか。田んぼは僕たち人間と一緒に多くの種類の生き物たちの命も育んでくれているんですね。